はようございます。福岡市長の高島でございます。素晴らしい天気のもと、この西都小学校の開校記念式典がこのように盛大に開催されることを心からお喜びを申し上げたいと存じます。今年の4月に真新しいこの校舎に子どもたちの明るい声が響く中、西都小学校の歴史がスタートしたわけでございます。西都小学校は先ほどご紹介いただいた通り、意図区画土地区画整理事業、また JR 九大学研都市駅の開業、また九州大学の意図キャンパスの移転によりまして、かつての田園風景から市街化が進みまして、福岡市の西の拠点として目覚ましい発展を遂げているわけであります。また久々に来たという方は、この町の大きな変わりぶり、また発展に目を見張っているというふうに思います。西部地域交流センターサイトピア、また大型ショッピングモールなど生活に便利な施設もありまして、大変住みやすい町、こういうことで子育てを始める方があえてこの地域に住みたいということで引っ越していらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。全国的に元気で若い都市と言われている福岡市でありますが、その中でもこの西都小学校、西都校区はその福岡市の元気や若さの源となっておりまして、これから町にしても、また子どもたち一人一人についてもその成長がとても楽しみな町です。6月にこの学校にお邪魔をいたしまして、子どもたち様子を見に来たわけですけれども、大変元気な声で挨拶をしてくれることが印象的でした。またその日はリフレッシュタイムの様子も見学をさせていただきましたが、大変先進的でユニークな取り組みだというふうに思いました。このような環境を作っていただいています斉藤校長先生をはじめ、先生方、保護者の皆様方、そして地域の皆様方に感謝を申し上げたいと存じます。今年福岡市が実施をいたしました市政に関する意識調査では、福岡市が住みやすいと答えていただいている市民の割合が 96% と過去最高を更新をいたしました。この住みやすく、また活力のある町、それを子どもたちに引き継ぐためにも、都市の成長をさせる事業を進めますとともに、子育て支援の充実や、また教育環境の整備に着実に取り組んでまいりたいと考えておりますので、今後ともご協力をよろしくお願いをいたします。最後になりますが、これから学校と保護者、また地域の皆さん方が一層連携を深められまして、西都小学校の良き校風がこれから皆様の手で築かれていくことを心から祈念を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。おめでとうございます。